火災の現場から最新情報を伝えてもらいます。伊豆川さん。火災の発生から16時間ほどが経ちました。現場では懸命の消火活動が続いていて、つい先ほど工場内の火はほぼ消し止められたということです。火が出た工場兼倉庫には掃除用の洗剤などが保管されていますが、この工場はおよそ2年前にも火事に見舞われていました。その時は今回ほどの大きさではなかったんですけども、近隣のお家を一軒一軒、うちもそうなんですけども、ご挨拶いただいて、この度は申し訳なかったですということで、今後またこういうことがあるってなるとちょっと困るというかね。出火の原因は全く分かっていませんが、建物の中は煙と凄まじい熱気が充満していて、捜索は難航を極めましたが、先ほど4人の遺体が発見されたということです。